はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。プラマサです。前回の続きからやっていきたいと思います。ここですね、これですね。前回、ルームガーターっていうボス倒して終わったんですよね。で、装備も整えたんだっけかな、多分。うん、整えてますね。ではでは、ですね、まず最初に行く場所は、王様のところに行きましょうかね。王様に話を聞いてから次の目的地に行きたいと思います。よいしょ。王様のところまでカットすればよかったかな。まあいいでしょう。よいしょ。王様のところ来て、いないんだよな。まさかこんな子供たちが国を救うとは、ジェマ殿の言った通りだ。で、ここですね、王様。でかしたぞ、ランリー。国中に再び明るさが戻ってきよった。やはりジェマの言う聖剣の勇者ということは本当であったか。ならば言い伝え通り我が国の宝を授けねばな。そこの階段から降りていけ。聖剣の勇者によって救われるであろう世界のためじゃ全て持っていくがいい。はい、というわけでですね、お宝をいただきに行きましょう。ここはですね、だいたい、6個中、4個がお金で、あとは確か武器のパワーが入ってた気がします。2、3、4。え、はい、56ですね。で、ここと槍、 OK、 槍のパワーが上がりましたね。よし、来た。剣と槍がパワーアップしましたね。じゃあ次はですね、水の神殿に行きたいと思います。ではでは、カットしまーす。カットカットー。はい、というわけで来ました。はい、大変じゃ、何者かに水の種子が盗まれてしまうと。え、マジで。手口から見て帝国の仕業ではないようじゃが、ウィンディーンの結界が弱まった時に誰かが忍び込んでおったんじゃろう。種子が悪人の手に渡っては大変なことになる。急いで取り返してきておくれ。ちょっと待て。見えたぞ。ガイアのへそのさらに奥深くのところに種子はある。はい、了解です。ではでは、次ガイアのへそに向かいたいと思います。カットしまーす。あ、ちなみに来る途中にランディのグローブのレベルが上がりました。はい、ではではカットしまーす、はい、というわけでガイアのへそ到着しました。まずはね、武器を強化してですね、待ってよ。さあ今日は何を鍛える。というわけでですね、剣とうお、草薙の剣になったし。はい、ドワーフの斧。斧を鍛えて、バトラックスですね。あれ？バトラックスしなかったっけ？ま、いっか。スチールランスを、妖魔の槍にして、ポロンの弓を、鉄の弓矢にして、ま、こんなもんですね。はい、ありがとう。ではでは、行きましょうかね。ここでとりあえずセーブしときましょうかね。セーブは大事よ。はい、一泊15力止まらなくて、はい、セーブしますと。はい、ここですね。では行きましょう。レッツゴーレッツゴー。あ、ジェンマさんいるやん。なになに、たまげてよ。こんな大穴が開いちまって、なんだか、なんだ、ウィー来たか。種子を盗んだやつら、この下だ。やつらは次は地底神殿の種子も狙いに来る。精神殿の方は私が引き受けて、お前たちはそっと下の様子を探ってきてくれ。いいか、決して無茶をするんじゃないぞ。どんな敵が全くわからんのだからな。はーい、じゃあ行きましょうかね。うわ、ここか。早いな、もうここかよ。では階段降りて行きましょうかね。うわー、ここ、あ、宝箱ある。へい。てい。お、無知のパワーが上がりましたね。やったねん。あ、ボスか、ここ。あ、水の種子だ。貴様らどっから入った？よくもこの地底の秘密要塞を見つけたな。生きて返さんぞ。ようこそガキンチョの皆さん。我らは世界征服を企むスコーピオン団だ。くー、かっちー。おたまり。水の種子は我々がいただいた。種子から莫大なエネルギーを取り出して、スーパースペシャルデラックスゴージャスロボ。
その名も無敵のガーディアンロボイチローくんがここに誕生するのさ。クーカッチュイー。さあイチローくんの指導だ、お前たちやっちまいな。あいあいさあ。ここのボスってどうやって倒すんだっけな。何かが何聞くんだっけな、忘れた。ほうほうほほ、さあこの世へ、あの世へ行っちまいな。バギーキー、どうしたんだい。おかしら、エネルギーが大きすぎて操作不能です。キーなんですって。こうなったら指示を外して補助動力で行くよ。やばい、あ、やべ、モーグリになった。うお、やべ、うわ、全員モーグリになったし、ちょっとまずい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 、このピコハンはまずいぞ。いってマジ、マジガチ痛いやん。いって、普通に当たんないんやけど。魔法で、こっちも魔法で、全員にやって、よし。シビア、当たり判定シビアすぎでしょう。スピードダウン使って、いやー痛い、ちょっと待って、痛い、回復して、あ、食らう、全員食らう、痛い。当たり判定シビアすぎないですか。で結局こいつはいつになったら魔法を唱えてくれるんですか。食らわないな。はい、なんか全然食らってない気がするんやけど、気のせいかな。あいて、当たる、あれ当たるんだ。みんな逃げてー。いや俺もちょっとさすがに、よし、遠距離で行こう。えい、えい、あれ当たんねえ、当たんないんですけど。来い、よし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 、え、当たんない、あ、やべ、ラッシュだ、な、なに、あ、攻撃、うわー、あ、回避してたの、もしかして。ここでちょっと、あ、やべ、やべ、俺の方に来る、うわぁ、めっちゃ、おいおい、やべ、当たったし、逃げてー、なんか早い、なんか早い、やべ、モーグリになっちゃった。あんま食らわないなんだと、ナイス、あ、ミスった、あう、当たんないっす、ほらほら、フリーズは29、なんか、え、微妙、当たんねえ、いや当たってるけど、危ねえ、よいしょ、ナイス、当たり判定シビアすぎるでしょ、やっぱ聖剣2。
よいしょ、ウィンディーネで全員回復して、よいしょ、痛い、ちょっと待って、ちょっと待って、やばい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 、ほら、えい、あ、ミスった、もうやっぱミスったわ、アースクエイクがダメならダイヤ、ダイヤミサイルはどうだ、よいしょ、やばい、ポッポイが、ほら、おい、落ちてきた、よっしゃ、やっと倒した、時間かかる弱点とか全然忘れてるから時間かかる、やったー、よし、来たー、はあ、スピアのパワーがアップ、来たー、ふう、きー、悔しい、覚えてらっしゃい、マナの種子を取り返した、やったぜ、さあ水の神殿に戻しに行こう、はーい、水の神殿に戻しに行きます、あ、やべやべやべ、あー、ミスった、魔法の、あ、でもちょっと待って、あ、ここまで戻んのか、水の神殿に行く前になんかないかな、ちょっと見に行きます、あ、ついでにここも、スピアと、スピア何になった、あ、ジャベリンね、はい、で、ムチをブラックウィップ、はい、OK です、あ、ほんとだ、いや、変わったな、よーし、ちょっと見に行きます、見に行った後はそのままカットして、水の神殿にね、戻しに行きます、ほいっと、なんかあるかな、お、奥あるな、やっぱり、え、あ、なんもない、ではでは、じゃあカットします、あ、ここで使えないんだ、よいしょ、くそー、スコーピオン団、新たな敵が来ましたね、うん、難しい、よし、ここかな、ではではカットします、はい、というわけで来ました、え、モンスターがいますね、行って、ほらほら、うお、びっくりした、なんだ、行って、なんだこいつ、強えぞ、行って、あぶね、ほら強えな、ちょっと待って、普通に強い、体力あるな、プレミの技、あ、ブーメラン2になりましたね、ということは武器レベルは、あー、次何やろうかな、あ、槍でも持たせましょうかね、プリム、プリムは槍、槍、えっと、うわ、あんな色になるんだ、最後、あ、敵がいる、うわー、マジか、厄介やな、えい、オッケー、ぼーっとしてる、あ、あー、妖魔の特殊効果かな、多分、ウィンドエディットじゃねえ、アクトだな、2まで貯めて、アクト、あー、ゼロしかないんだよな、はいはい、おつえ、おし、きた、あれ、ここは何もないんだ、よしよし、とりあえずルカ様来た、お、終わる、ルカ様早く逃げるんじゃ、ふふふ、ご苦労だったな諸君、私はウィンドール帝国のゲシュタールだ、さあ、ルカ
あ、じゃあルサルカを助けたくばその趣旨をこっちに起こせ。やめるんじゃ、逃げろ。渡す。いい子だ。我々としても趣旨はここにないと困るんだよ。ただし封印を解いた状態でね。おお、やめるんじゃ。さて、ではそろそろ失礼するとしよう。ボス戦ですね。お礼に私からペットをプレゼントしよう。せいぜい可愛がってくれ。さあ、今回このドラゴン戦ですが、この頭の攻撃はちょっとたまにね、確か気絶するのを覚えてる。あ、やべ、毒ガスだ。いって。いって。だから、アンスクエイクかな。ジャバウォックで。ちょっと様子を。痛い、気を失った。よいしょ。ウィンディーヌで全員回復して、プリムの魔法レベルが上がりましたね。ウィンディーヌ1になったし、いい、よしよし、ラッキーラッキーで、なるべくね100貯めていくみたいな。ほら、うーわ、アシッドストームじゃん。いってばっかじゃねえの。痛いわ。そして早くアースクエイクをやってほしい。はい、56。はい、もう一回。ナイス。痛いよ。あ、死んだし。ですよね。天使の聖杯使って、あ、一匹になりましたね。一匹になったらもう大体楽勝ですね。いって、痛い、痛いよ、はめないでくださいよ、ほんと。えい。さあ、どんどんね魔法を使っていきましょうね。別にそこまでね強いっていうほどでもないんですよね。おいしょ。まあ、当たり判定すげえ甘いけど。おい、よしよし、いいよ。おお、レベル21になると全然違うな。ほら、おいしょ、いいね、いい回復量やわ。さあ、アースクエイクで、あ、死んだ、ラッキー、やったぜ。今回はね楽勝でしたね。イチロー君よりかは苦戦しなかった気がする。ででん、やった、よし、弓パワーアップ。どんどんね武器がねパワーアップするから、ちょっともう全然レベルが追いつかないんですよね、武器レベルが。ジェモ様、みんな腕を上げたな。帝国の奴らはすでに引き上げてしまったようだ。パンドーラにも帝国の放ったモンスターが襲ってきてよとか、なんとか知り逃げたぞ。これはその相手に時手に入れたものだ。ごめんなさい、お前たちに授けよう。お、ラッキー、ムチパワーアップしましたね。さあ、ランディよ、帝国が動き出した。少しでも早く政権を復活させるのだ。はーい、私は本国に戻り、帝国の動きをできるだけ食い止められるように動こう。もし王妻が蘇ってしまった時には、政権だけは世界を救うことができる唯一の希望だ。ポトス村の大砲屋に話はしておいたが、彼に頼めば上の大地へ飛ばしてくれるだろう。あ、上の大地飛ばしてくれるんだ。さあ、政権を再び主神封印をしておくれ。あ、はい、オッケーっす、オッケーっす。はい、じゃあ共鳴させて、オッケー、共鳴した、共鳴したよ、封印といたよ、じゃあ封印しといてよ。動き出した。もうはや一刻の猶予もならん。世界一の鉱山、満天山の賢者ジャッハに会い、真の勇気を身につけるのじゃ。そして世界中の
8つの神殿すべてを回り聖剣の趣旨と共鳴させるのじゃ。長く険しい旅になるじゃろう。じゃが決してくじけるんじゃないぞ。はい、わかりました。というわけでね、まあ上の世界に行く前にですね、ドワーフの村の村長に会いに行きたいと思います。ではでは、まあ、またねそこまでカットします。いやーやばい、カットカット。はい、到着しました。ですね、道中でですね、ランディの武器の、剣の武器のレベルが上がって3になったんです。そっから、ランディのレベルが上がって、そして、プリムの槍のレベルが上がって、ポポイの、スピアのレベルが上がりました。はい。そんな状態ですね。で、改造しに来たんですよね。ムチと、はやての鞭、弓が、ロングボウ、一気に上がってきましたね。でそれで、長老に会って、長老に会ってっていう前に防具っていうか、アイテム買いたいんですよね。買う。天使の聖杯を一個買って、ね、オッケー、もういらない。じゃあ長老に会ってこっちですね。長老、あれ長老ここじゃなかったっけ。あ、真ん中か。じゃあここじゃなかったな。さてさて、長老会いに来ました。長老、よいしょ。長老、ここですね。いっと、いやー無事だったかい。ちびすけもたくましくなりよって、うーわしゃ嬉しい。わざわざ会いに来てくれた霊にドワーフ村に伝わる秘密のハンマーをあげよう。見せ物小屋でおなじみのやつじゃよ。はい、ちびこハンマー手に入れました。ありがとう。ではでは、今回はね、この辺で終わろうかなと思います。はい。よし、寝て終わりましょうかね。じゃあ次回はね、上の世界に行きたいと思います。はい。いやー、結構進んだな、今回も。なんかすごいずれてるけど、ベッドから落ちてるんじゃねえぐらいな感じですね。はい。じゃあここにしましょうかね、一番上に。はい、ではでは、今回はこの辺で失礼したいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。